金剛ジュニアを抜けて正規軍に加入しました。面白くないのが金剛の3人、信念のない覇王だけは絶対に許さない。怒りの金剛ジュニアが入ってまいります。さあアレハが先頭であります。その後ろ忠相、これからお前をとことん追い込んでやると忠相は覇王に通告いたしました。金剛は覇王を徹底的に制裁する構えであります。まずは大空を舞うハンターアレハです。覇王への怒りを爆発させました。忠相、さあ忠相がいつものようにコーナーカメラ、今日は言いたいことがたくさんありそうであります。金剛を敵に回したらどうなるか、それをたっぷり思い知らせます。 1.22 大阪大会で覇王対魏王のけじめの一騎打ちが行われましたが、結果は引き分け。試合後には忠相が乱入し覇王を痛めつけ、両者の意向はさらに深まりました。このまま泥沼の構想へと向かっていくのでしょうか。今夜は正規軍と金剛ジュニアが激突であります。正規軍サイドは原田と覇王であります。出てまいこう、超新しいコスチューム、生まれ変わった正規軍の覇王、自分の決めた道を信じます。そして大将原田、覇王の決意をこの原田は同志します。さあコールを襲いました。金剛ジュニアがコールを待たずに覇王に制裁であります。もう狙いは犬さん、もう覇王一人ですね。そうですね、特に忠相選手はね、あの大阪で怒りをかなりねぶつけてましたからね。しかし覇王がうまく二人を相手にしています。自爆させた、さらにローテ飛んでいく、おっとヘッドシダース、トリバターを見せました。新しいコスチュームであります。この正規軍ジュニアのカラー、白のコスチュームに生まれ変わりました覇王。おプランチャー、いやもうすっかり身も心もこれは正規軍ですね。いいですね、やはり覇王選手こういう姿の方が似合うかもしれないですよね。なるほど。さあ赤いコスチュームでこのノアマットで戦っていたこの覇王、白いコスチューム、純白のコスチューム、非常に新鮮であります。この覇王としてみればノアファンには、ね、初めてですからね。そうですよね、今までずっと赤しか、ね、ノアのマットでは着てなかったですからね、はい、身も心も、ね、一新してこの、ね、まずは金剛と、ね、そうですね、けじめをつけて上に向かっていってほしいですね。覇王は 1.16 仙台大会で上に行くために環境を変えたいと正規軍に加入。1.22 大阪では元パートナーの仁王と一騎打ちを行いまして壮絶なドロー。試合後に忠相が乱入しまして覇王を痛めつけ徹底制裁を宣言しました。